はい、いつもありがとうございます。ブラッシュアップのマガリオです。告白は踊り、グータラケーションの一人ごと企業セミナー、七夕の今夜もよろしくお願いします。はい、久しぶりに、クマリオ企業稼働よろしくお願いします。はい、今日はですね、ブラッシュアップのメルマガで僕のパートナーのマミちゃんがですね、アンケートを取ってたわけなんですよね。はい、どんなアンケートかというと、最近ラッキーだなと感じたことは何ですか、メルマガを読んでよかったことや感想をとかね、企業ビジネスについて知りたいことは何ですかということで、お答えいただいた方にはね、運を味方につけるラックの法則のレポートですかね、プレゼント、僕もレポートの中身知らないんですけどはい、プレゼントということでね、たくさんの方からご応募いただいたんですね。どうもありがとうございます。はい、やっぱりね、キャッチボールができるっていうのは本当に嬉しくて、皆さんがね、ただメルマガを読んでくれるだけじゃなくてね、まあ、質問や疑問や感想だったりね、アウトプットを返信、まあ、時間を使ってね、返信してくれるってね、本当に嬉しいなと思うんですよね。前にも紹介したと思うんですけど、うちのメルマガに、僕のね、YouTube はね、何人か、毎回ね、感想をくれる方いるんですが、メルマガにもたった一人だけ、ずっと毎日感想をね、くれる方がいて、ものすごくね、励みになってます。はい、ありがとうございます。はい、そうですね、だからやってくださいってことですねはい、個別にね、返信とかはできないんですが、ただこの前の動画でも言ったんですけど、せっかくね、そのうちのセミナーにメルマガだったり YouTube をね、見てくれて参加してくれるんだったら、その当日に見てますよっていうのではなくてね、事前にそのアウトプットしてくれたりだとかしてると、当日一気にですね、仲良くなれちゃったり、やっぱりね、違うんですよちょっとうまく説明できないんですが、で、そうです、今日の、この動画タラバタでですね、はい、ちょっとね、今日アンケートにもらったね、ことを解説していきたいなと思ってるんですが、僕もね、よくセミナーだったり、うちのパートナーにはですね、クライアントには、グッドアンドニューとバッドアンドオールドですよね。僕たちは他人のプラスやマイナス、はい、を解決したいだけど報酬もらえますんで、グッドアンドニューだったり、バッドアンドオールドですよね。はい、よかったこと、これ反射しちゃって見えないな。ニューですね、ニュー。はい、はい、ちょっと照明の反射して見えないかもしれないですが、グッド、良かったことや、ニュー、新しかったことやね、ちょっと古いなとかね、良くなかったようなことを改善した方がいいんじゃないなと思うような、まあ、ことをね、常日頃からね、ストックすればいいですよ。うん、僕たちって質問がない限り答えを探さないんですよ。例えば今僕が部屋中にある赤いものを探してくださいって言ったら、皆さんは部屋の中にある赤いものを探しますよね。この質問がない限り探さないですよね。これは企業ね、ブログネタとかメルマガネタってどうやって集めてるんですかっていう質問もいただいたんですが、まみちゃんがね、うまいこと返してましたけど、僕たちはその目に見えるものすべてをお金に変えるっていうふうに決めてるんですね。なぜなのかっていうと、企業家は錬金術師だからですよ。うん、でですね、今日の質問、最近ラッキーだなと感じたことは、うん、質問があるから考えることができるし、常にやっぱり自分がね、そのラッキー体質、運がいいんだっていうね、あり方でいるととても大事なんじゃないかなと思って、本当にいい質問に出会うとね、ワクワクしますよね。はい、で、企業ビジネスについて知りたいこと、今後メルマガで書いてほしいネタっていう質問があって、企業時における経営マーケティング、心がけるべきことを取り上げていただきたいと思います。また以前に同様の内容のものを取り上げられておられたらお知らせください。はい、バックナンバー公開していません。ごめんなさい。というのはなぜかというと、バックナンバーはですね、またまとめて販売しようと思ってるからです。はい、コンテンツの使い回しですよね。ブログだったりメルマガとかですね、せっかく量を書いてやってますんで、それを体系化してですね、無料でもいいんですけど、ココナラとかで500円とかでもいいんですけどね、やっぱり何かしら違う形でまたアウトプット出すっていうのはとても
いいですよね。僕はその一粒で何回でも美味しいってことが大好きで、それしか考えてないんですけど、はい、またですね、バックナンバー出す機会があると思いますんで、その時は、はい。で、初めの質問に答えると、心がけるべきことか、まあ、これは知らない知ってるできるの法則ですよね。知らないことはできませんので、自分がその何を知らないのか、まあ、それすらわからない、うん、だからね、僕はめやめやたら日本を読んだり、なんか適当にセミナーに参加するって無駄だしもったいないなと思うんですけどね、うん、ぜひ起業してワンデー集中スクールに来てくださいって、そういうお誓いをって感じですね。はい、で、あと他は資金なしでの起業方法やビジネスの構築、はい、ホリエモンがね、ホリエさんが、まあ、ビジネスを新しく始めるときに4つの条件を満たすビジネスをするっていうふうにおっしゃってるんですね。一つは初期費用が不要、二つ目は、在庫を持たなくていい、三つ目が粗利が高い、四つ目が継続課金ができるってことなんですが、僕も今鹿児島のスクールでですね、不要品だけ集めてヤフーオークションで1ヶ月で10万円の粗利を出せっていう課題を出してるんですね。で、僕も久しぶりに、もう十何年ぶりになりますかね、ちょっとその課題自らやってみようと思ってるんですけど、はい、クマリオもですね、ヤフオクに出しますって言ってもさ、普通に通常に出品してもそんなにね、高い金額つかないと思いますので、ぜひこの動画を見ている方はですね、出品したら連絡しますんで、できたら3万円ぐらいで落札してください。くまりおプラス僕のですね、何か詰め合わせギフトみたいな反則だなこれ、起業家支援ワンデー集中スクールご招待券とか、もう薬物じゃねえじゃんっていう、不要品じゃねえじゃんっていう話になってますが、はい、お金をかけなくてもね、ビジネスなんかいくらでもできますよね。はい、ちょっとこれに関連するんですけど、ブラッシュアップの皆さんが一番初めにやったビジネスは何ですかっていう質問があって、僕動画でも何回も話してると思いますけど、小学校の時には、カブトムシとかサバガニ売ってましたよね、うん、で金消しマーケットとかウルトラマンの消しゴムのマーケット、交換マーケットを作ったりだとか、あとそうですね、大学の時に一番初めにやったビジネスはイベントの企画っていうか、ディスコだったりクラブとかを貸し切って、パーティーチケット、イベントのチケットを売ってね、貸し切った金額だったりかかる費用よりもチケットが売れれば儲かるみたいなですね、そんなことやってましたが、それもお金いらなかったですよね。っていうのはなぜかというと、ビジネスをするとね、示し払い日っていうのがあるわけですよ。例えば、もし皆さんがクレジットカードをお持ちであれば、今日使っても支払いって、翌月か翌々月になりますよね。締め日によって違うと思うんですが、この差を使うんですね。うん、わかりますか。別に初期費用がなくても、まあ、お金をかけなくてもっていう質問だったんで、もっとストレートに言うと、不要品を集めればいいですよね。うん、半径1キロメートルぐらい、近所が恥ずかしいっていうんだったらですね、違う地域に行ってですね、ピンポンと押してですね、まあ、今オートロックだったり結構怪しまれるかもしれないですけど、ちゃんと名札もつけて、不要品をね、ヤフーオークションで販売しているんですかと、不要品ないですかと。で、よくビジネスっていうのは、基本ビジネスモデル、何か仮説があるんだったら設計図にしろっていうふうに言いますけど、商品顧客販売方法なんですね。だからもうこの場合はヤフオク、販売方法がヤフオクで、商品は不要品なんですけど、まずその商品仕入れなきゃいけないですよね。うん、だから個人から知れるのか法人から知れるのかっていうふうで、僕もですね、若い時にしょっちゅうねお店回ってましたね、靴屋さんだったりとか洋服屋さんだったりだとか、それが転じてねブローカーみたいなこともいまだにやってますけど、お店閉めるからとかね、その時に声をかけてもらって、うちがまとめて引き取って、お金を支払いするってことやってますけど、案外あるんですよ。処分するにもお金かかりますよね。だからずっとお店に置いてあったりだとかで、実際そのヤフーオークションやネットできないという人たちもやっぱりいますんでね、うん、知らない人もいますんで、あとフリーマーケット
でもいいですよね、ヤフオクがめんどくさければ。ただフリーマーケットの場合はね、本当叩かれて本当にものすごい安い金額になってしまうんですけど、フリーマーケットをだから仕入れにしろってことですよね。ちょっと話が飛んでごめんなさい。お客さんに見積もりを提出する際、事前に希望の額の範囲をそれとなく聞き出せるようなコツ。うん、まあね、もうこれ本当にそのお客さんとの関係性だけだと思うんですよね。で、ただ、参考になればいいなと思って話すんですけど、僕とねご飯を食べに行くと結構みんなびっくりするんですけど、初めて行ったお店でも店員さんだったり店長さんにいきなりですね、このお店の売り上げってとか聞くんですよ。ただその時に僕の中で仮説があるんです。メニューを見てますから。で、店舗の中の客席の数が分かりますよね。メニューで大体の平均単価、あとその周りにいる人たちのお客さんたちが何を頼んでるのかなとか、トイレに行ったりとかするときにちらっと見たりだとか、会計の時の金額を聞いてたりだとか、結構やらしいんですけど、大体平均、あの売上っていうのは客数かける平均単価かける頻度ですから、1日の売上で考えると客数かける平均単価になるわけですよね。それを計算しててですね、あとはまあ、平日と土日っていうふうに分けておいて、で通常飲食店っていうのは勤労とか入りますんでね、売り上げ上がりますから、そういうことを考慮した上でバツンと金額を出すわけです。だってさ、店長この前の売り上げって430万ぐらいとかで、ほぼほぼ実はその金額が外れてないんですよ。適当じゃないんですね。だからそうすると相手も何とごまかせなくなっちゃうんですよね。うん、いや実は今あって、僕こういう企業とかビジネスをしててみたいな、なんか今ねご飯食べに来てるんだけどって、こういう勉強しててとか言いながら、そのお店のプラスやマイナスを聞いて、その場でね、クライアント契約してもらったとか何が言いたいかっていうと、本当にコミュニケーションを取るっていうことと、事前にねやり取りをするっていうことと、ぶつけてみるっていうことですよね。適当な金額ではなくて、やっぱりしっかりとした仮説をぶつけてみる。でその相手の表情とかですね、それを見逃さないっていうことですよね。どうしても人間っていうのはその一番初め出来事を感情で受け止めますんで、それが言葉に出なくても表情とか見れば分かるんですよね。ちなみに僕はですね、そういうプロファイリングの理論みたいなやつも教えてますんで、また興味があればそんなセミナーにも参加してほしいなと思いますが、あとなんかね、うちのメルマガのスタイルについて、なんか取り留めのない感じが好きですとか、全てヒットじゃないけど好きですとかですね、まとまりがないから好きですとか、なんかそんな感想ももらってるんですが、これわざとですね、あえて何の打ち合わせもしてないんですよ、うちのメンバーって。曜日だけ決まってて、もう好きなことを書くと。だからクマピーは今連続5回ぐらいの何かメニュー出してますよね。山下さんも割と連続ものが多いですけど、マミちゃんだったり僕だったり花ちゃんっていうのはね、花ちゃんは、企業ビジネスサテライトっていうブログやってますんで、そこでよくなんか穴開きですよね、クイズになったりね、なんかそのようなネタが多いですけど、みんなバラバラで、新しいものの見方はギフトだっていうのを伝えてますんでね、飽きさせないというかですね、それは僕たちも飽きないようにやってるんですよね。テーマだとかが決まってるとなんかやっぱ嫌になっちゃったりしますんで、だからボリュームも全然違いますしね。で、そのネタの探し方っていうのはもう常にやっぱり僕たちは他人や社会のプラスやマイナスっていうのを探してますし、グッドアンドニューバッドアンドオールドですよね。僕よくセミナーでも言うんですけど、外に出ると一日数十枚写真撮ってますね、 iPhone で。ちょっと遠征というか出張に出かけると一日100枚ぐらい写真撮ってますよね。で、面白いなと思ったものは一般に、ね、公開するブログもあるんですけど、ネタとして貯めてる、公開しないね、僕チャットワーク使ってますけど、チャットワークの自分のところにその URL だったり投稿を上げておいたりね、携帯からね、そんなストックっていうのをやっぱ意識してやってますよね。で、あとですね、なんかちょっとお役に立ちましたかね。15分になっちゃいそうなんで、この辺で終わりにしたいなと思うんですが、レポートをねご請求いただいた方はですね、明日まみちゃんから届くと思うんですけど、
ぜひね、そのレポートを読んで感想とかフィードバックを戻すんだっていうことをね、意識してほしいんですね。僕はそのくれくれくんじゃダメだぞってよく言うんですけど、例えば僕もメンバーやクライアントに課題を出すんです。課題を出します、動画で。で、なんかプレゼントだったり何か機会の時には出してくるんですけど、何もないと全然そのレスポンスがないってやつもいるわけですよね。それね、あり方的にやっぱりどうなのっていう、僕は常に一貫して愛される起業家でいろって言ってますので、あり方にレバレッジがかかるって言ってるわけですよね。いや、新しいノウハウや理論だったり、もらいものは何でももらうけど、とけど、じゃあそれに対して感想も報告もしないっていうと、もうだんだんね、あげたくなくなっちゃうんですよ。で、いいね、そのお付き合いができるんだったら、無料有料に問わずね、どん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 何でもやっぱり与えたくなるんですよ。人間って偏方性の則がありますから。だからね、もったいないなと思うんだよな。くまりよ、はい、どうもくまりよです。まもなくヤフオクションに出品されるかもしれませんが、はい、だからヤフオクに出品される前にどうしてもくまりよが欲しいんだと、3万円払いますっていう方はですね、メッセージください。なんで3万円なのか分かんないですが、1ヶ月で10万円、はい、不要品を使って稼ぐっていうね、ワークやってますんで、くまりよ不要品だって。はい、というわけで、また今日もですね、取り留めのない動画になってしまいましたが、七夕、はい、イベントデーじゃなくてもさ、愛してる人にはその愛を伝えたりだとか、分かる？僕たち起業家なんだから、ルールに従うんじゃなくてルールを作ろうねっていうことで、じゃあ7月8日、明日は何の日ということで、またアウトプットお待ちしてます。大量仮説、大量行動で。新しいさ、記念日っていうのを作った方がいいよね。ポッキーの日って11月11日だったっけ？11月1日か11月11日か分かんないけど、なんか語呂合わせでもいいんですけど、でもバレンタインだってね、要はチョコレートを売るために考えたイベントですからって言ったら、もう夢もロマンも何もなくなりますけど、はい、ぜひですね、そんなことをまた考えてほしいなと。はい、質問があったら答えを考えるわけなので、ぜひ皆さん、新しい記念日イベントを作るということでね、何月何日こんなイベントを考えましたと、ちゃんと理由も添えてくださいね。はい、でまた、こういった動画でね、シェアしていきたいなと思ってます。それではいつもありがとうございます。日々ご機嫌で起業家とお邁進しましょう。じゃあ、ね。